はい、皆さん、おはようございます。サブチャンネルのお時間です。今日はですね、スタジオの一日というものを撮っていきたいと思います。まあ、スタジオの一日というのはですね、スタジオで裏方スタッフやメンバーがね、どんな生活をしてるのかなと、スタジオでね、そういうふうな絵をちょっとね、見せていきたいと思います。でね、ダイニングルームは基本ちょっと時間にルーズというか、あまりスタジオにいることがないので、メンバー同士が被ることがないんですよ。で、今日は週1回開かれる全体会議っていうのがありましてですね、ちょっとその日に合わせて今日はちょっとね、撮らせてもらってます。なんで少しだけお忙しいスタジオをちょっとお見せしようかなと思います。はい。西尾さんは基本ちょっと寝てるかなって感じですね、スタジオで。で、僕は毎朝ね、まず1日1回に来て、これをまずモンスター取って仕事に行きますね。はい。これちゃんとメモしていくんですよ。まずお金払わないとこうメモしていくんですね。なんでかっていうとですね、これめんどくさいから、この一気に支払いするっていうのがちょっとね、今台の中で来てて、僕はめっちゃ多いですね、これ。今俺だってもうあれですよ、空白の中埋めてないです。上のなんか空いてるスペースに書いてますからね。はい。ということで、西尾さんにはちょっとおさらばということで。はい。にしてもね、この動画撮ってても遅いんですよ、みんな来るの。はい。ということで、まあやっぱ誰もいないですね、まだ。でもさっき靴あったのが安西くんの靴なんですけど、安西くんはいました。おはよう。おはよう。みんな回ってる。回ってる理由に関しては言いませんね。はい。はい、ということで、早速ちょっとお仕事をしていこうかなと思います。これは卒アルの、多分あるんですかね、動画ですかね。はい。卒アルの動画の編集してますね。多分もう上がってると思うんですけど。はい。多分、そろそろなんですが、多分来ると思うんですよ。ジュンヤ君ですね。裏おは方ようのごスざいタッまフの。す。なんすか。いや、普通に、今出勤ですか。はい。あ、全然大丈夫です。今日スタジオの一日っていうのを撮ってて、今はあれですかね、3時ひどすぎだろ、この一日。30分。誰もいないっすそうよ。なんですよ、誰もいない。大体スタジオの一日、第2グループのスタジオの一日は、まずは誰もいないことから始まります。大体みんな出勤は16時か17時ぐらいですね。まあ、夜までやっていくっていう。昼夜逆転してるんでね。そうですね。はい。もうね、こうやって追って、ちょっと今日ね、今日サブチャンの撮影とかするから、そこら辺のね、ちょっと一日を撮ります。あ、今日サブちゃん撮影するんですはい。今日はお仕事は何されるんですか？ね。今日次回の7日目やりまあ、本当ですか。す。あります。絶対これ気になってるな、しおちゃん、これ。これなんかもう愛着が湧いちゃって捨てられないですよね。本当？じゃあお仕事頑張ってください。はい。ということで、ここからちょっと、ジュン君の作業に行きたいと思います。ジュン君今7日目をね、任されててですね、今は多分まだ6日目上がってない頃かな。まだ多分、の時に、まあ7日任されて、今ちょっと、お手本として、ちょっと上がってる樹海村の生活をちょっと参考にっていう感じで、多分今やってますね。安西くんもついでに撮ります。なんか最近安西くんあれなんですよ。なんかこっちの、なんですか、別室の方でね、作業するようになっちゃって。暑いからなんですかね。エアコンね、もう今入ったから、まだそれでも入ってきてないんですよ、こっちの部屋に。はい、ということで、土井谷くんが来ました。ねえ、多分この夜、カーテンの感じの人は多分18時ぐらいじゃないですか、多分来たの。遅いんですよ、来るのが。でもここ最近どういったに行く早いですよ。サブちゃんとどんぐらいどうなの？ん？サブちゃんとどんぐらいどうなの？あとはい、これはですね、先にね、いつも全体さ、最初、一番最初に全体会議みたいなのあったんですね。全体会議の前に、おのおの担当してる会議をみんなでやるって感じですね。岩田交えてみたいな。例えば、サブチャンとか、メインチャンネルとかの感じのですかね、を会議してから全体でやるっていう会議があるんで。はい。この後多分、誰か来ると思うんですけども。はい。ということで、多分、飯野さん、ちょっと映ってないな。飯野さん、こう、17、9時ぐらいじゃない？ねえ。飯野さんは無言です、基本。これは、豚骨ラーメン食ってましたね、セブンの。はい。西尾さん、起きました。13時ぐらいに来た僕に対して、多分4時間後ぐらいですかね。多分起きましたね。徳ガス？徳ガス？
臭すぎるね。臭い臭いって言ってますよね。そうなんですよ、喫煙所めっちゃ臭いんですよね。なんかタバコの匂いじゃないんですよ。何なんですかね、ゴミの匂いですかね。やってまいりました。はい、やってました。サブチャンネルの会議ですね、はい、ここから僕がちょっとナレーションなしでね、はい、ちょっとだけ、はい、どんな会議内容なのかね、ちょっとこの動画の声をね聞いてもらおうかなと思います。はい、どうぞ。はい、ということで、はい、ということで、はい、ということで、まあとりあえずサブちゃんの会議やっていきます。まあ今日、今月かな、ちょっと待って、先月の会議から1週間の間の、まあ現状報告いたします。18から25かな、今日までの。加藤はどう？加藤は寝てます。え、家？後で来ます。来させないとダメだよ、もう。いや、まあ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 呼ぶんですけども、まあ今ちょっと現状としてのサブちゃんと、まあ一応ゲームチャンネル少し触れていきます、うん、水曜日に撮ろうかなと思って、うん、まあこれはあれですね、新しいサブちゃんのシリーズの動画の話をしてますね。まあ、じゃあね、岩田俺か車運転できないから、この3人の方と1人で行ければなと、まあ、そこはちょっと今日ちょっとみんな集まるんでお話を聞いてって感じですかね。さあ、まあ、今の感じでね、最初ね、全体会議に入る前にサブちゃんの企画会議や、まあ、他のねちょっとね会議をねこうやってから全体会議に入るんですけども、まあ今こんな感じでねサブチャンの会議やって、この後もなんかメインチャンネルとか他の会議やってましたね。ということでね、ちょっと全体会議にねちょっとね移りたいと思います。はい、始まりました。はい、全体会議がねちょっとここから始まるんですけど、ここもねちょっとね少しだけねお話をね、聞いてもらえばなと思います。ついまあ9時、まあ20時ぐらいまで寝てて一度電話したんですが、まあ二度寝ということで、今音信不通という状態になっております。どうせこのサブ取るんだもんね。そうですね、呼ばないとちょっと連絡してほしいな。加藤が来てないですね。加藤くんはね、なんかね、ずっと寝てるんですよ。よくないですね。ちょっとしっかり叱っていきます、これからは。そんなことしてると、加藤くん、やっとちょっと到着。何やってんの、お前。すいません。これちょっと、加藤の顔映ってなかったんですけど、ちょっと、なんか、かわいそうな顔してましたね。いや、もうかわいそうっていうのもちょっとおかしいと思うんですけど。まず、動かしてほしいことリストから、ちょっと、もともと土井谷がなんかこういろいろもう内部のことに関しては土井谷が取り仕切るっていうので、樹海の6日目土井谷がやってくれてたのが終わったから、ちょっとしばらくは編集を外すというか、編集なしでとりあえずなんか内部のことでいろいろ動いてもらおうかなと思ってるんで。ラジオがちょっと結局グリーンブック用意したけど、なんかテスト、なんかデモがちゃんとした、なんか完全にほら、グリーンバックじゃ全部弾きました、撮りましたってのは一回もやってないから。そのデモやりたいと。そうすると微調整かかりす、ね、やんないとちょっとかかっちゃうかもな。まだインドがマイクも買ったから、ゲーム実況用の。そのマイク使ってやりたいよね、ラジオは。そうだね。って感じっすかね。あとクーラーだ。喫煙者部屋のクーラーをちょっともう、あそこはごめんなさい、小型扇風機、小型扇風機無理です。また小型扇風機4台です。また結構ストライキでやめるぞ発言が今日出てるのね。リサイクルショップ回って買ってきてよ。ゲームはマイクをちょっとテストしつつ動かしていくって感じですか。うん、なんかゴミだったらしいっす。あらゴミだ。おでんインターフェース使えなかったもん。あ、マイクは大丈夫なの。返品ね、マイクは大丈夫。マイクは Mac いけんだっけ。ああ、じゃあもう、ウィンドウズ全部オーディオインターフェースのやつだもん。ノイズ乗っちゃうし、うん、全部一緒なのに統一した方がいいの、うん、6個。ああ、まあじゃああれは返品、まあ、あれ使ってみてもいいけど、Mac で、うん、あれ使えたらあれでもいいけど、Mac は安いし、うん、安い、高いのがいいよな。ウィンドウズは高いですから。いやいやで、経費削減して買えるといけないから。まあ、ラジオもあるからね、とりあえず Mac でテストしてどうなのかってことで、うん、で、ルンバが、ルンバっていうか毎週2日やってんの。やってますよ。LINE に報告してほしいんだけど。あ、本当ですか。はい、ということでね、今ね見てくれたような感じでね、いつも会議もっとね、多分1時間ぐらい撮ってたん、1時間ぐらい撮ってたんですけどね、ちょっとね流せない部分もあるんでね、機密事項みたいなっていうのもあるんで、まあちょっと短い感じにあったので、ね、基本こんな感じでね
撮ってますね。はい、純也くんとか他のスタッフも後ろに、このカメラの後ろにねいて、全員で会議してますね。ちなみにこの全体会議で西尾さんのドッキリやりましたね。はい、で次がサブチャンネルのここら辺、ちょっと最後ら辺ですかね。サブチャンネルの、まあ、裏っていうちょっと動画ちょっと撮ってみたんでね。はい、この全体会議が終わったのサブチャンネルですね、撮影です。はい、そんな、ね、何すごいなそれ。これね、届いた照明、ね、型にね、これでなんか、うん、もうこっちにしちゃうと、うん、やばいことになっちゃうんで、一回やったんだよ、ね、みんなもうやばい、みんなこっちにしてるって感じです、うん。はい、今から人狼の裏側です。こんな感じでやってます。よいしょ。じゃあ今度下から当てるか。こっちサイドの方がいいんじゃない。こっちサイドいいよ。うん、またサブチャンか。あ、でも GH カメラも横の方がいいのかな。GH なんで。でもね、横はね結構もうがっつり。はい、次がですね、これ多分振り返りですかね。昨日上がったやつの振り返りの準備中です。これはこの感じ。ちょっと消してみて。あと上にこんな感じでね、サブチャンネルもね最近しっかりなんかやるようになったんですよね。カメラ台数増やして、やっぱりねサブチャンもクオリティやと、まあ僕が上げないといけないんですけどね。どこにアイステイステが机だ。多分こっからか。ちょっとこれそっちの正面。はい、皆さんお疲れ様でした。あ、お疲れ。お疲れ様でした。今日は企画会議といい、サブちゃんといい。今日はね、ハードなんです。ちょっと加藤は、まあ上で、公約行動してます。やばいですもん。はい、ということで。ガッついちゃった今。はい、まあ、ちょっと、こんな感じということで、スタジオ一日。はい、ということで、お疲れ様でした。はい、ということでスタジオの一日が終わりました。はいね、ちょっとね今日は1週間に1回あるね全体会議の日をちょっと撮らせてもらったんですけど、普段はねちょっとみんな編集ばっかりしててね、変わり映えしない絵なので、ちょっとそれ写してもなつまんないなっていうことで、少しちょっと忙しいね一日をちょっと撮らせてもらいました。もっとねなんかねちょっと狭いんでね、スタジオもね、もっとなんか広いスペース使ってね、将来撮れたらいいなとか思ってるんで、はい、それまでねちょっと頑張っていきたいなとか思ってますということで、サブチャンネルの方ご視聴ありがとうございました。次のサブチャンネルで、お待ちください。